方見ているお方様、明日と昨日では夜は帰ぬ、おにぎり持つ手を震わせて歩く背中見過ごすなかれ、みんな刀を置いていくさはやめじゃやめじゃ、みんなあぐらをかいて街をまた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 、ああ一大事、みんなみんなまたな、踊りや歌が流れる、みんなみんな笑っていた、ほら世の時は607年、日本がまだ倭国という名前で呼ばれていた時のこと。聖徳太子は大叔父である蘇我の馬子と協力し、推古天皇の補佐役となって政治を執り行っていました。太子よ、あなたのおかげでこの倭国もかなり安定してきたようですね。はい、ひとえに仏様のお恵みでございます。さすが大使、自らの功績に慢心せず仏を立てるその心意気、仏教との鏡じゃ。国も安定したことだし、大きな宮殿でも作って倭国の繁栄をたたえようか。お、そりゃいいですな。お二人は慢心しすぎです。良いですか、倭国を安定させたからといって脅威がないとは限りません。西にはこの国の数十倍も大きい隋という国があると聞きます。そのような大国に舐められないように対等にやっていかなくては、将来倭国は征服されてしまいますよ。聞けば今の隋の皇帝は煬帝といってなかなかやる男のようです。最近はたくさんの奴隷を動員して川を切り開き、長江と黄河をつなげ、広い大陸の南北を船で行き来できるようにしてしまったとか。それはなんとまあ豪快な。日本列島の北から南までぶち抜いてしまえるくらいの力を持っているということですよ。ああ、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。大使に火をつけてしまったようだな。やれやれ、早速求人広告を出しましょう。朝廷内にいる官僚の中で隋に行く気がある者を高値で雇うのです。当時の中国大陸には隋という大国が存在し、煬帝という皇帝が全土を統治していました。昔から倭国は大陸へ使いを送り、中国皇帝の臣下という立場を取り続けてきたのです。エントリーナンバー75番、特技は歌です。 I love you を歌います。それでは I love、 はい、ありがとうございました。帰ってください。失礼しました。なかなかこれだという人間がいないな。いないですね。もっと聡明そうで隋の圧力にも負けない強い人材が欲しいですね。次に行きましょう。次は女性の方。失礼します。エントリーナンバー76番、小野妹子です。あれ、男性ですか。子がついてるから女だと思う人が多いけど、実際子は男性の名前としてはそんなに珍しくなくて、むしろ妹の字の方が女性という意味合いが強いんです。
これはこれはご丁寧に。なんか賢そうだし、これで良いのではありませぬか。確かに。こんな適当な感じなんですね。よし、じゃあ決まり、採用。こういう経緯ではないかもしれませんが、小野の妹子はとにかく隋に行くことになりました。陛下、和国からの使者が参っております。どうせお前が東の蛮族の使いか。は、我が国の王より書簡を預かってまいりました。どれ読んでみよ。は、それでは失礼いたします。日いずるところの天使、書を日没するところの天使にいたす。つつがなきや。ちょっと待て。天使というのは一体誰のことを言っているのだ。それは煬帝さんとうちの天皇のことだと思いますけど。ふざけるな。天使は朕だけだ。なんて無礼な国なんだ、和国というのは。ああ、東の蛮族はこれだから。落ち着いてください。我が国は近々隣国との戦争を控えております。国外にこれ以上の敵は作らない方がよろしいかと。分かっておるわ。おい、誰か隋からの使者として和国に行って文句の一つでも言ってやれ。かしこまりました。私が行きましょう。こうして小野の妹子は叱られつつも隋からの留学生ハイセイセイを連れて和国へ戻ることができました。日本はこの先中国と末永く外交を続けていくことになりますが、その盛んな交流の発端はこの時妹子が煬帝に渡した強気な文面の書簡だったのです。エントリーナンバー75番。とはい、ありがとうございました。帰ってください。失礼しました。いまいちであるな。次は女性。お、かわいい。失礼します。エントリーナンバー76番、小野の妹子です。子がついてるから女だと思う人が多くて、実際女なんですけど、妹の字も女性という意味合いが強いんです。かわいい。ああ、しかし女は無理じゃないか。長い船旅に耐えられないだろうし、何より向こうの皇帝に舐められ。おじ上、そんな男尊女卑的考えは時代遅れです。飛鳥時代から男女平等進んでるのかよ。実際私も東アジア初の女帝として一国を担っているからな。確かに。ではそういうことで彼女を採用してみましょう。こうして小野の妹子は隋へ行くことになりました。陛下、和国からの使者が参っております。どうせお前が東の蛮族の使いか。失礼いたします。小野の妹子と申します。我が国の王より書簡を預かってまいりました。女の子？珍しいな。そうですね、我々を舐めてるんでしょうか。書簡を読ませていただきます。ああ、はい、お願いします。
日いずるところの天使、書を日をするところの天使にいたす。つつがなきや。ふざけるな。めちゃくちゃ無礼だけど可愛いから怒りきれない。妹子は容態のタイプだった。へ、陛下、スケベ心を外交に持ち込まないでください。しかし、どうせ和国は島国だから征服するとしても当分先だろうし、今は仲良くしておいていいだろう。こういう時だけ頭が回りますね。いかがでしょうか、容態さん。お返事ちょうだい。わかったわかった、全然オッケー。っていうか、最近作った陣の豪華客船乗らない？陛下、何ナンパしてるんですか。豪華客船？そう、豪華客船。豪華客船？豪華客船。豪華客船。おいせいせい、この人ちょっと変、心配だから見張っててくれ。はい、かしこまりました。数年後、おのの妹子は全然隋から帰ってきませんね。もしかして長い船旅で命を。そんな不吉なこと言うでない。おーい、あれ、この声はででかー。妹子、どうしたんだこの船は。実はこの船は陣が隋を見回るために作ったものじゃ。誰だこのおじさんは。控えよ蛮族。貴様の方がおじさんだろう。陛下、陛下、陛下。あれ、先生、なんてとこまで来てるんですか。もう一人増えた。誰なんだ一体。この方は容態様です。ええ、なぜ隋の皇帝がこんなところ。いや、何、和国の女性がこんなに綺麗だと思わなくて、ついついてきちゃったということですね。まったく。なんですって。まあいいだろう、隋の統治も結構進んだことだし、一旦仕事は忘れてパーッと旅行しようと思ったんじゃ。日本に来たのはついでじゃ。しかし、しょっぱい国だなこれは。まあ隋と比べたら何もない国ですけど、できる限り楽しめる場所を案内しますから、見てってください。リモちゃんがそう言うなら行くか。レッツゴー。リモちゃんって。妹子を気に入った容態は結局和国に住み着いてしまい、和国で一生を過ごすことになりました。隋は統治者を失い、李渊が平和的に次の王朝唐を建国したのです。もしも小野の妹子が女だったら、現在の世界はこうなっていたのかもしれませんね。では復習をします。エジプトの世界三大美女の一人といえばクレオパトラ。そう。では皇帝を狂わせた渓谷の美女といえば楊貴妃。それでは彩色兼備といえば、
妹子は俺のものだ。何をおっしゃいます。妹子は和国のもの、すなわち私のものです。違う、妹子は私のものだ。馬子と妹子でちょっと名前かぶってるし。私だって子がつきます。大使は子じゃなくて子じゃないか。おい、俺は皇帝だぞ、譲れよ。皇帝って元だろ、元。それにここは和国だ、引っ込んでろ。引っ込んでろとは何事だ。やめて、私のために争わないで。私はみんなのいもこ。いもこ。こういうわけで、小野の妹子は3人の男性を手玉に取って日本と中国に混乱を巻き起こしました。ここテストに出ますよ。妹子、わかるわよ。美しいって罪なのよね。